いつも見てくれてるそこのあなた、チャンネル登録お済みですか？まだならぜひチャンネル登録を。よーし、ちょっとね、カメラやらずにね、黙々とやっちゃって、とりあえずここまでできました。はい。で、まあね、こんな感じ、ほら。ちゃんとね、トリガーも引けますと。で、ここも手で増した感じは大丈夫ですと。うん、OK。あとはね、線のね、被覆を、破るとこまで持ってきました。あとはちょっと一旦ね、動作試験のために、適当なグリップをここに組んで、動かしてみようかなと思ってます。はい。で、それにあたって、モーターがいるよね。今回一応、DSG だし、まあ海外製の電動ガンのね、に最初から搭載されてるモーターが、そんなね、なんか使えるものが入ってるとは到底思えないので、やっぱ TSG がね、どれだけ、まあそんなにパワーはね、多分いらねえと思うので、この AOLS のモーター今回チョイスしようかな。まあ、他にもまあいっぱいあるっちゃあるんだけど、そうね、紫モーターはオーバースペックだな。よっしゃ、この AOLS でね、いっちゃいましょう。というわけで、ちょっとね、このモーターを使っていきましょう。一応、ネオジムじゃないモーターなんだけど、DSG はね、これで回してたことあるので、よっしゃ、これね、前回のやつの、まあ、余りというか、まあ、使わなかったんでね、グリップで。よし、これをね、ちょっと、うわー。あ、なるほど、丸い式か。オッケーオッケー、まあいいや。よし、じゃあこれ、ちょっとね、使って、軽く組んでみましょう。はい。じゃあ、ここのね、ターミナルをね、繋がなきゃいけないので、よし、これだね。これを1個、もう1個かな。よし。そしたら、これを、熱収縮チューブで止めたいと思うので、熱収縮チューブをね、ちょっと用意しましょう。よーし。じゃあ、ターミナルをね、つないでいきましょう。よっ、セット。OK。よし、じゃあ、マイナスに黒をかぶせましょう。よっこらしょーっと。どっこいしょ。おー、結構タイトだね。ちょっと入ってこないかな。よし、こんな感じかな。よいしょ、ここで。よし。ちょっと、先端が、ちょっと厳しいな、これじゃ。うっち、オッケー。こっちも。うっち、オッケー。よし、これで使えそうだね。オッケー。よし、本体側の準備完了。あとは、グリップを組み付けて、よし、この感じやね。じゃあ、この中のネジをちょっと軽く止めまして。よし。ういし。よし、がっちり止まったね。よっしゃ、ほら、だいぶ近づいてきたよ。よっしゃっしゃ。で、これをこの方向で入れて、よし、いい感じやね。なんか変な引っかかりは特になしと。ほら、ショーッと曲げて、よっこいせーっと曲げて、イエイ、よし、入った。じゃあ反対側もね、おりゃって曲げて、おりゃってやって、ドドンと、よっしゃ、くっついた。オッケー。あとはグリップエンドを、この板とともに、ここにぶち込んでと。オッケー。いい感じ。よし、ここに止めよう。およそ。よし、いけるいけるいける。ゴー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 。よいしょ。反対側も、いきますね。よっしゃー、組み上がったぜ。オッケー、あとは電気流すだけ。きた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 。じゃあ電源つなぐぜ。イエイ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 。よっしゃー、おっ、ペペペっていったー、きたー。よっしゃー、いくぜ。いきます。ん、あ、フル音になってんのこれ。こうか。え回り続けるんですけど。おお、よっしゃ、来た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 、ほら。おお、おお、
なんかギアの止まる位置おかしくね？そこじゃなくね、止まんの。ああ。一応動作はしてるね。そうすると、おお、うるせえ。すごいね、丸見えだよ丸見え。へえ、けどさ、やっぱりさ、ギアの止まる位置おかしくね？そこじゃねえだろ。あー、なんかプリコック気味になってるってことか。動きは問題ないと思うよ。だってここまで引いて、その後また次のが来てここまで引くだけだからね。まあ困りはしないな。だこれがどう出るかだね。よし、 OK。 とりあえず動くことは確認できました。はい、感じだね。よし、じゃあ次行きましょう。次。はい、じゃあそれではね、トリプルセクターギア初のね、タベットブレードの、ね、ちょっと調整をしてみようと思います。いやー、これね、ちょっと先にね、一通り回してみたんだけど、いやー、すごいね、これね、なんか変な不思議なね、形してんなーと思ったの、ここのポッチ。ちゃんとね、理由があるね、これね。まあまあ、まあ前置きはさておきね、ちょっとね、やってみましょうか。まあ実はね、すでに AOE 調整は終わらせてあります。はい。なので、ここの、ピストンの位置は結構いいところにね、今停止してる感じです。なので、ちょっとね、これ以上回すと、タペットプレートを引き始めちゃうんですけど、ちょっと先にね、どこまで行ってるかっていうのをちょっと見ましょうか。はい、ここがストップ。要はここが開始位置ですね。うん、まあちょうど1かなと思います。ここですね。はい。で、ここもすでにタペットプレート引き始めてますと。じゃ、これをね、このままね、ギュン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 と進めていくと、さあ何が起きるでしょう。はい。じゃ、ちょっとね、行きますよ。こんな感じでね、こうバックしていくわけでしょう。まあ、もうね、詳しい方々はね、なんだろう、じゃあ、TSG の、まあね、ダブルセクターギアとかね、組んだことある人は、TSG のね、何を知りたいかっていうところは、すでにね、もうね、僕は分かってるつもりなんですけど、要は、これがね、こういくわけでしょう。するとさ、ピストンが、こうね、要は次のこのポッチが、すぐ来ちゃうわけですよ。ダブルセクターの時と違って。だから、できるだけ早くタベットプレート戻さなきゃいけませんと。だが、しかし、このギア自体は5枚刃なので、要は、リリースポイントがこの辺ですと。で、一応ね、タペットプレート自体は今 DSG に合わせてあるんですよ。DSG の時と同じ高さで切ってあります。はい。で、これ DSG の時だとリリースポイントがこの辺かな。ここがリリースポイントね。うん、ここでリリースされるけど、ほら、もう次のやつがね、手前まで来てんの。だから多分ね、これこのままだと、これが戻りきる前にこれが来ちゃうんだよね。これがね、要はこれが多分ちょっとした予測だけど、これがこう戻ってる最中にもうこれがね、この辺まで来てる、多分。そんな気がものすごくします。はい。まあ、あんまりね、速度を上げるとそういう、まあ、ここが崩壊しちゃうので、あんまりね、速度はね、多分上げられるようにはできてないんですよ、 TSG って。おそらくね、だから低速でいけばね、もしかしたらね、なんだろう、このタイミングでもいいかもしれないんだけど、このね、 TSG ね、をよくできてんなと思ったのが、ここね、ここ結構平べったいでしょ。要はよくある、ほら、なんだっけ、今持ってるかな、あれ、なんだっけ、ここにね、要はこのタペットプレートを長く引いておくための、なんかこの辺にさ、なんかポッチあるでしょ。ああいうパーツとね、ちょっと似たような動きを実はしてて、これちょっと一回引いてみて、あ、なるほどねと思ったの。要はこう行くわけでしょ。こっからスタートしますと、はい、引き始めまりました。で、こう行きますと、こう行きますと、するとね、ほら、ここ、要はね、このポッチ自体がしばらく保持してくれるんだよね。ここの、要は、このカーブの保持期間より、このカーブの保持期間がなくても、ここの先端だけで保持してくれるわけですよ。こうやってしばらくね。だから、多分だけど、これ多分ね、多分だけど、この辺で切っていいんだと思う。この辺。この今ね、グリスがついてる部分は、多分ね、丸ごとなくていい気がする。
そうすれば、あのタペットプレートのリリースタイミングをここでね、リリースしちゃえば、多分ね、間に合う気がするんだよね、これ。こんな気がね、ものすごく今しております。うん。なので、まあ、それでね、まあ、いければね、いいなーって今、ちょっと思っている次第でございます。はい。なので、ちょっとね、ここ切ってみようかな。切らないとね、多分間に合わないと思うんだよね。時期間はね、多分そんなにいらない気がする。うん。まあまあ、タペットプレートにいっぱいあるんで、うん。まあ、ちょっと今回試しにね、自分の思う通りにまず最初にやってみて、まあそれでもしダメだったらね、また次のやつ使えばいいと思うので、うん。よっしゃ、これでね、ちょっとね、なるほどって感じだよ、これ。うん。だからこの辺で切っていいんだと思うよ。うん。多分この辺で切んないと、間に合わない。うん。ほら、この辺。多分ね、わかんないけど。うん。多分これで合ってる気がするんだよな。いや、これでさ、ね、一発でさ、できるって全く思ってないんでね。うん。まあ、まあ、はっきり言って、今回はここにあまり実はハマってる時間がないので。はっはっは。うん。いやね、この銃ね、角銃ちょっとにじってね、銀サバサイってやつにね、ちょっと持っていきたいなと思ってて。まあ、せっかく祭りなんでね、なんか面白い銃持ってた方がいいでしょ。よいしょ、これでね、多分ね、いけると思うんだよね。こう行くでしょ。で、こう行って、こう行くでしょ。ほら、やっぱり。ここがね、保持期間なんだよね、きっとね。ここの保持期間が終了して、もうこのタイミングで、ほら、そうするとさ、ほら、てっぺんのギアが、2つね、残った状態でタペットプレートを戻せるんだよね。そしたらね、こう来て、ほら、で、また次のやつが、ほら、このタイミングで来るでしょう。多分ね、こういう気がするんだよね。うん。こういうこと言ってんだと思う。うん。まあ、公式のマニュアル全く読まずに、勝手にね、思うがまま、やってるので、全然違うかもしれないよ。うん。違うかもしれないけど、僕は多分こう思う。うん、これでね、球団不良を起こさず、かつ、ね、球のね、初速低下も起きなければ、まあ、僕の勝ちですよ。よし。というわけでね、ちょっとこんなノリでね、これでね、ちょっとね、もう一度組み立てて、完成、メーカーボックスはね、完成という形にしようと思います。はい。